カモメのジョナサンは、リチャードバックによる小説、空話的作品。1970年にアメリカで出版され、最初は、当時のアメリカのヒッピー文化と相まって、口コミで徐々に広がり、1972年6月以降に大ヒットした。1970年の初版の英語タイトルは、ジョナサン・リビングストン・シーガル、A ストーリー、ラッセル・マンソンによる、 カモメの写真が随所に挿入されている。全三部構成で出版されていた。1972年年後半に、ザ・ニューヨークタイムズ、ベストセラーリストの1位となり、38週もの間1位を保ち続けた。1972年と1973年の、プブリシャース・ウィークリー・リスト・オブ・ベストセリング、ノベルズ・イン・ザ・ユナイテッド・ステーツでも1位。 1973年には当作品を原作とする映画が制作された。1974年10月時点で、米国では、風と共に去りぬを抜いて1500万部のベストセラーになった。2014年時点で世界で4000万部売れていた。日本では1974年に新潮社より、五木博之のわけで出版され、120万部のベストセラーとなり、その後も読まれ、 2014年時点で270万部を超えた、キリスト教の異端的潮流入層との思想が反映されていると指摘されており、善の影響を感じるとも言われる。読者たちを精神世界の探求、宗教的な探求などへと誘い、自己啓発本のようにも読まれている。2012年8月、作者は小型飛行機の操縦中に墜落事故を起こし重傷を負った。 その際いろいろ思うところがあったらしく、もともと全4部の作品として書いていたが、第4部を封印して世に出していたのだと語り、2014年2月44年前に封印していたという幻の第4部を含めた完全版を電子書籍形式で発表した。日本ではこれをカモメのジョナサン完成版と題し、同年7月に紙の書籍で発売された。出版社。 第4章の役者は従来と同じく新潮社、五木博之。第一部主人公のカモメのジョナサン・リビングストンは、他のカモメたちが餌を取るためにしか飛ばないのに対して、飛ぶという行為自体に価値を見出す。そして、どこまで低速で飛べるか試してみたり、どれほど低空を飛べるか試した。ジョナサンは、食事をするのも忘れて、飛行の探求に打ち込んだために、骨と羽だけの状態になっていた。 呆れて注意する母に、彼は自分が空でできることは何で、できないことは何かを知りたいのだと説明した。さらに、時速数百キロメートルという高速で飛ぶことを探求するために、高高度から急降下する危険な練習を重ねた。だが、それらの気候を見とがめられ変わり者扱いされ、ある日のこと、群れの表儀集会に呼び出され、長老から無責任などと決めつけられ、 カモメはただ餌を食べ可能な限り、長生きするために生まれてきたのだ、などと言われる。そこで、ジョナさんは、生きることの意味やより高い目的を発見するカモメこそ、責任感があるのだ、と、群れのカモメたちに考えを伝えようとするのだが、理解されず群れ社会から追放されてしまう。追放されて一羽になっても早く飛ぶための訓練を、やめない、ジョナさんの前に、庭羽の光輝くカモメが現れ、 より高次なる世界へと導いていく。第2部以降、目覚めたカモメたちの世界でジョナさんは、より高度な飛行術を身につけた末、長老ちゃんから瞬間移動を伝授されることになる。そしてある日、弟子を連れて過界に降り、カモメの人生は飛ぶことにあるという思想を、過界のカモメに広めようと心を見るが、過界のカモメからは悪魔と恐れ得られるようになるなど、 トリックスターの側面を醸し出していく。そしてある時ジョナさんは自由を求めて弟子たちからも離れ、それから数年の歳月が流れた。若いカモメたちの間ではジョナさんは伝説のカモメとして深刻化され、ジョナさんの言葉、仕草、目は何色だったかなど、些細なことを知りたがり、あがめるようになるが、一方で直接ジョナさんから学んだ弟子たちは、そのようなことに夢中になって、 ジョナさんの教えの真髄たる、間に飛ぶことを求める訓練や努力をおろそかにする若いカモメたちに会議的になる。そして、ジョナさんの弟子たちもいなくなると、すべては形外化した儀式化し、儀式とその解釈に多くの時間を費やすようになり、飛行技術の追求は完全に忘れ去られていく。若いカモメのアンソニーは、そんな風潮に対して、 あの偉大なジョナさんはずっと昔に誰かがでっち上げた神話に過ぎないと嘆く。詳細はカモメのジョナさんを参照1973年にホールバートレッド監督によって映画化された。原作同様に人間は登場せずバードトレーナー調教のカモメたちが登場キャラクターを演じる。ヘリコプター撮影による雄大な空撮映像にシンガーソングライターのニール・ダイアモンドが劇中歌を 付け加えており、原作とはまた、一味違う史上を持った、死ねっぽムとなっている。餌を取るためにしか飛ばないカモメの群れと、純粋に飛ぶことを追求するカモメ。本作品における主題イメージ。ナオミ学園のイザベル・バロソは、キリスト教の異端的潮流入層との思想が反映されていると評している。善の影響を感じるという声もある。物語後半から、 ジョナさんは思いもよらない非凡な訓練によって通常カモメの飛行能力をはるかに超えた能力を身につけていくがそれらはすでに物理飛行の次元を超えていくさらには岩盤に激突したカモメを生き返らせる場面も登場するなど日常世界から遠くかけ離れた境地の世界が描かれている役者の五木き之は追加された第四章を読んで法然を連想したというもん カモメが100羽飛んでいた。1話を、カモメのジョナさんという。では、残りの99話を何というか答え、カモメの皆さん。また1975年5月、放送作家の奥山盛りシンが、カモメの皆さんというエッセイ集を、立風書房から出版した。ABCDFG e 編集委員、吉村瀬に明、カモメのジョナさん。40年経て完成版。 五木博之さんわけ朝日新聞デジタル2014年6月27日、AB 映画の日本公開時の劇場用パンフレットの記述より、AB イザベル・バロソ、神話理論の新定義に向けて、t o u r s A New Definition of Miss、ナオミ学園大学総合政策研究機をイコール、ブレティン・オブ・ポリシーマネージメント、処理ユニバーシティ19、81から95、 2010年9月30日、ナオミ学園大学総合政策学部 http コロンスラッシュスラッシュ www.cnn.co.jp スラッシュ usa スラッシュ 35021229.html カット、なぞなぞブーム、世界大百科年間1975平凡社、1975年、79ページ、白王の由来、ありがとうございます。